よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。あの今市長講室に私お邪魔してるんですけど、はい、市長今回は散歩はしないんですか？はい、実は今日は散歩はしません。あら、じゃあどうするんでしょう？どうしましょうかね。はい。え今日はあの散歩というよりもこのところでいろいろな課題がありますので、え、うん、そのことについて市民の皆さんに散歩というか地図の上で。 お話しさせていただこうかなと思ってます。あ、わかりました。え、どちらに。お話ししますあちらの方に。あちらで。はい、よろしくお願いいたします。はい、今日は散歩しないんですよ。えそうなんですね。えー、どうぞこちらです。はい、今日はこの地図というか航空写真を前にお話しさせていただこうと思っております。あ大きな航空写真ですね。はい。こちらが浦安市になります。で、向こう側が東京都。 そしてこちら側が市川市船橋というような大きな航空写真ですね今回はなぜこちらなんですか、はい、実は東京外角環状道路いわゆる外環道が、えー、三里南インターチェンジから高野ジャンクションまで15.5キロと国道298号の11.4キロがこの6月2日に開通するんですそれで今回の視聴散歩は外環道の開通とその影響についてということでお話しさせていただこうと思ってます でも、市長外環道は浦安は通りませんよね？はい、それなのに影響があるんですか？これだけ大きな道路を開通しますと、やはり車の流れというものは大きく変わります。ですから、浦安市にも多少なりともいや、かなり影響があるかもしれない。そういったことを今回。<ー>散歩でお話しさせていただこうと思ってます。はい、実はこちらが外環道になります。はい、よいしこれが。 これが国道298号で外環道はこちらの三郷南からこの高野市川市の高野までなんですが外環道と国道298号は東関東自動車道になりましてその後首都高速湾岸線また国道357号としてこのずーっと地図の上での散歩になりますけれども浦安市の方まで来ています。 これは本当に横切ってますよね、はい、ですから外環道が開通すれば当然売れ安にも大きな影響が出るんだというふうに考えているんですよ外環道の開通そして接続によって市民の皆さんにとっては常磐道や東北道、関越道などへの所要時間が大幅に短縮されますそして利用しやすくなりますさらに市川市北部や松戸市などへのアクセスも格段に向上しますとても便利になりますねはい でもその一方でとっても心配なこともあるんですよ今は東北道や常磐道から都心を抜けて東名高速などに向かっている車が都心の混雑を避けて外環道に流れ首都高速湾岸線や国道357号を通過するようになると思っていますつまり迂回した車が浦安を通るようになるということですねそうです通る車が多くなると現状でも混雑している前浜の交差点などの混雑に ますます白車がかかってくると考えていますその混雑の中で、えー、事故でも起きたら大渋滞になります、はい、そうなったら車はどうすると思いますか、うん、どこか抜け道を探しますよねそうですね、えー、こちらの方に抜け道を探していくそうすると当然市内は交通混雑ひどくなってこういった柳通りなども大渋滞がすることが考えられるんですよ、えー、現在国では慢性的な渋滞緩和と 交通安全確保に向け、前浜交差点の立体化事業を進めていますが、この事業をはじめ、必要な動力改良事業を積極的に進めていかなければいけないと強く思っています。それから外環道開通による懸念というのはもう一つあるんですよ。それはどういったことでしょうか、えー。市内の大三角線、これが市川市に入ると新居浜通りになります。そのずっとずっと延伸していく先に、 新たに妙電橋という橋が架けられていますで、この妙電橋は外環道とつながることが予定されていますこの妙電橋を通じてこちらに浦安市内に車が流れ込んでくるそういったことも考えられているんですよ私たちの生活道路を通る車が増えるということは道路環境が変わるだけではなく市民の皆さんの暮らし安全安心に大きな影響を与えます そのため市では関係機関やお隣の市川市と連携しながら必要な対策を講じていこうと考えております市民の皆様にもどうぞご理解ご協力よろしくお願い申し上げます